し詳しい話を聞いてみようよ。そうしないとどう判断していいかもわからないし。だからそんな必要ないって。俺は嘘が大嫌いなんだ。僕もはるかわさん、あの嘘つき男子のことは無視していいですから、話を聞かせてください。昨日の夜12時過ぎくらいだったと思う。あいつが急に私の研究教室に来たんだよ。私が持っている同期ビデオを見せてくれって。同期ビデオ？星君がそれを頼みに来たということは、君は彼の同期ビデオを持っていたのか。確か星君は春川さんの同期ビデオを持っていたのよね。それじゃ星君とあなたはお互いの同期ビデオを持ち合う関係だったってこと？そうみたいだね。確認してないからわからないけど。そういえば春川さんは以前言ってましたね、モノクマーズパッドを確認していないと。だったら龍馬はなんでマキが自分の同期ビデオを持ってるって思った？手当たり次第に全員に聞いてたなら、春川以外に聞かれてるやつがいるはずだしな。俺様は聞かれてねえぞ。つうか他の連中もそうだろ。だとすると星君は誰から同期ビデオの件を教えてもらったのでしょうか。君だ。それって大間くんのことだよね。あの時君は全員の同期ビデオをチェックして、それを星君に教えたんじゃないの？男子が急に黙るのはハレンチのことを考えている時か、都合が悪くなった時ですよ。で、ハルカはそこでどうしたんだ？星が同期ビデオを見せるように頼みに来た後の話だ。私の個室にあるから勝手に持っていけばって。には鍵もかけてなかったし。へえ、不用心なんだね。春川ちゃんはよっぽど殺されない自信があるのかな。それでその後どうなった？その後のことは知らない。結局あいつが同期ビデオを見たのかもわからない。その時あいつは自分が持っている私の同期ビデオを代わりに見せるって言ってきたけど、興味ないからそれも断った。だからそれだけだよ。じゃあこちが同期ビデオを見たかもわからねえのか。締まりの悪い話だな。けどよ、アルカンが星と夜時間に会ったってことは、あいつは夜時間はまだ生きてたってことだから。夜8時から夜10時のアリバイがねって理由で俺と春川が疑われる必要はねえはずだよな。今の話が本当だったら。本当だって？それならどうして君は今になってそんな話をしたんですか？今まで言わなかったのは疑われるのが面倒だったからだよ。疑われる？何をじゃ。さっき東條も言ってたけど、私とあいつはお互いの同期ビデオを持ち合っているみたいだったからさ。怪しいでしょ。その話をしたら疑われるに決まってるよね。それが面倒だから言わないようにしてたの？疑われるのが面倒だから言わないのってちょっと非協力的すぎるんじゃないかしら。それはもうどうでもいいじゃねえか。
とにかく春川の話を信じようぜ。そうそう、信じるものは救われる。いえ、それは待ってください。さすがにちゃんと検証してみないことには。だったら大間くんに聞いてみよう。え、俺に？君にはまださっきの質問に答えてもらってないからね。春川さんが星くんの同期ビデオを持っているって彼に教えたのは君なの？それってそんなに重要？うん、重要だよ。だって大間くんが星くんに教えたのが事実なら、それを知った星くんが春川さんを訪ねたことも信憑性が高くなるからね。なるほど、大間くんの返答が春川さんの証言の裏付けになるんだね。だからこそ嘘をつかないでちゃんと答えてほしいんだ。どうなんですか大間さん、あなたが星さんに教えたんですか？あんたはさっき言ってたよね、まだ死にたくないってさ。それが嘘じゃないならちゃんと答えなよ。いつの間にか立場逆転だね。俺が春川ちゃんに責められるなんて。はいはい、そうですよ、星ちゃんに教えたのは俺ですよ。やっぱりそうなんだね。でも別に悪いことじゃないよね、彼が知りたがってたから教えただけなんだし。じゃあ、あなたは全員同期ビデオを見たの？うん、中の映像までは見てないよ。それは上映会のお楽しみにしようと思ってたからね。返すときに間違えないように誰が誰の同期ビデオを持ってるか確認しただけだよ。そう、分かったわ。そんなことより、星が大間からその情報を聞いてたなら、あいつはきっと春川に会いに行ったはずだよな。だったら春川の言ってることは本当だな。星は夜時間まで生きてたんだよ。いや、それはどうかしら。星くんと春川さんが会ったのが事実だとしても、それが昨日の夜時間だったとは限らないわ。まだ疑ってるんだ。あくまで可能性よ。ただ可能性がある限りはあなたの意見を全面的に信用するわけにはいかないわ。みんなに命がかかっている以上はね。結局どっちなの？嘘なの？嘘じゃないの？嘘じゃねえよ、こいつの目を見りゃわかんだろうが。それでわかったら苦労せんわよ。ここは嘘と裏切りがものを言う世界なんだぞ。そんな悲しいこと言わないでください。天子まで。悲しくなります。僕は春川さんの発言は怪しいと思うが、あまりにも彼女にとって都合が良すぎるからね。判断は難しいところですね。春川ちゃんが言ってるのは嘘だよ。嘘つきの俺には分かるんだ。嘘なんて言ってない。私は夜時間に星と会ったんだって。本当なんだって。
私は昨日の夜時間に星と会ってるんだよ。そんな話を信じられっか。夜時間に会ったのは星くんだけ。うん、あいつ以外とは会ってない。誰かその二人を目撃した人はいませんか。いたらとっくに名乗り出ているはず。誰も二人が。会ったことを知る。同盟。その証言を信じられる根拠はないね。やっぱり春川ちゃんは嘘つきで、本当だって証明できない以上は、その発言は嘘と一緒だからね。私は昨日の夜時間に星と会ってる。そんな話を信じられるかよ。夜時間に会ったのは星くんだ。うん、あいつ以外とは会ってない。誰かその二人を目撃した人いませんか。違ったか。私は昨日の夜時間に星と会ってる。そんな話を。信じられっかよ。夜時間に会ったのは星くんだけ。うん、あいつ以外とは。誰かその二人を目撃した人はいませんか。いたらとっくに名乗り出ているはず。誰も二人が会ったと。これで真実を暴く。確かに二人があったことは証明できないけど、春川さんが一人じゃなかったことなら証明できると思う。何それ、どういう意味。僕と桃田くんは毎晩一緒にトレーニングをしてるんだけどさ、昨日はボンタくんの件で遅くなったから夜時間をだいぶ過ぎた後でトレーニングを始めたんだ。桃田くん大丈夫だよ、ここは僕が説明するから。で、昨日はウサギ跳びのトレーニングで校舎の階段を使ったんだけど、その時に話し声を聞いたんだ。話し声。うん、一人は春川さんのだって分かったけど、その時はもう一人の声までは分からなくて、でも今までの話を踏まえて考えると、あれは春川さんと星くんが話していたところなのかも。え？ああ、そうだったかもな。あれも確か夜12時くらいだったか。ちょっと待ってください。あなたたちがその声を聞いてるってことは、じゃあ春川さんが星くんと会っていたのは本当だったんだね。いやいや待てよ、つーか犀原もなんで今更そんなこと言いやがんだ。今更っていうか、まさか春川さんの話し声が事件と関係してるなんて思わなかったから、今まで言う機会がなかっただけだよ。でもでも、マキと話していたのが龍馬かどうかはわからないんだよね。それが分かってたらさすがにもっと早く言ってるよ。でも相手は星くんだとしか考えられないよ。だってこの中の誰も夜時間に春川さんと話してないでしょ。だったら相手は星くんしかいないよね。
名乗り出てきたりしねえよな。それこそ今更だぜ。でもどうしてあなたたちは春川さんと話しているのが誰か確認しなかったの？深夜に誰かの話し声が聞こえてきたのは確認しておくべきだと思うけど、殺し合いを強要されている状況下なのね。なんだよ、怖え顔すんなよ。こいつは悪かったけどよ、盗み聞きなんて男らしくねえじゃねえか。そんな野暮なのできっかよ。とにかく僕らは確かにその話し声を聞いたんだ。だから春川さんの証言は信じていいはずだよ。分かった、仲間を信じるよ。そんな簡単に信じちまっていいのか？でも西原さんが嘘をつく必要はありませんからね。そうだね、もし嘘をついたせいで犯人を間違えたら、彼を含めた全員が永遠の眠りにつくことになるんだから。彼に破滅願望がない限りは信じてもいいはずだよ。もちろん大丈夫だよ。そうだよね。じゃあ私も信じることにするよ。信じる者は救われる。ただここまでみんなの信用を集めておいて、それでも嘘だったら驚きだよね。もう誰を信じていいのか分からなくなっちゃうな。ま、ないと思うけどさ。とにかく今度の今度こそ決まりだ。星のやつは夜時間はまだ生きてたんだ。つまり俺と春川の容疑は晴れるってことだ。というより他のみんなにも可能ってことだよね。夜時間のアリバイがある人なんていないだろうからさ。そう、全員が容疑者だ。割り出しに戻っただけか。なんだよ。さて、犯行時刻が夜時間以降ということは、はっきりしたはずです。だとすると、大きな疑問が浮かんでくるの。彼の死体はいつピラニアの水槽に入れられたのかしら。そうだね。夜時間は体育館には入れないから、翌朝だとしか考えられないけど。だから、それは無理だって。アンジーとヒミコがずっと体育館にいたんだよ。じゃあ死体がピラニアの水槽に入れられてたのも文間違いだったのか？いえ、それはないと思います。その事実を示す証拠も揃っていますから。だったら死体はいつピラニアの水槽に運び込まれたんですか？あるのは夜時間の間ってことか。このチンカス、夜時間は体育館に入れねえって校則があんだろ。チンカスだと？でもでもそれしかないよ。朝はアンジーたちが体育館にいたんだよ。まあ見逃した可能性もゼロじゃないと思うけど。見逃すなどありえん。うちはうたたねの魔法使いの異名を持つんじゃぞ。全く見張りに向いてない二つ名だね。本当に見逃してないの？だって夜時間は体育館には入れないのよ。夢野さんは見逃したりしません。野球で空振りはしても見逃しはしない人ですから。うちは野球などやらんがな。でも校則は絶対なんだよ。死体が運び込まれたのは朝で間違いないって。みんな落ち着いてよ。意見が割れた時こそちゃんと話し合わないと。
全部お見通しだ。意見が割れた？なんと意見が割れたと？真っ二つに割れたと？つまり最終学園が誇る偏見裁判長の出番だと。やっほー、待ってました。またあの大げさなやつをやんのかよ。アナウンス直後に死体を運んだんじゃないの？夢野さんたちが犯人を見逃した可能性もあるよね。夜時間は体育館に入れねえって校則があんだろ。室田君、死体にも校則が適用されるとは限らねえぞ。でも体育館の入り口からピラニアの水槽までは遠すぎるよ。僕がステージの上にある窓からなら水槽に届くかもしれない。でも隣のプールも夜時間は立ち入り禁止だよ。春川さん、遊泳禁止ってだけで敷地には入れるはずだよ。そもそも春川さんの証言は信用できるのかしら。茶柱さん大丈夫ですよ、西原さんの証言もありますから。犯人が朝のアナウンス直後に死体を運んだんじゃないの？朝のアナウンス直後に死体を運んだんじゃないの？夢野さんたちが犯人を見逃した可能性もあるよね。夢野さん、うちらは扉の前にいたんじゃ見逃したなどありえん。夜時間は体育館に入れず校則があんだろ。室田君、死体にも校則が適用されるとは限らねえぞ。でも体育館の入り口から、僕がステージの上にある窓からなら水槽に届くかもしれない。でも隣のプールも、春川さん、遊泳禁止ってだけで敷地には入れるはずだよ。そもそも春川さんの、茶柱さん大丈夫ですよ、西原さんの証言もありますから。犯人が朝のアナウンス直後にした犯人が朝のアナウンス直後に死体を運んだ。アンジーさん、アンジーたちはアナウンスの前から体育館前にいたよ。夢野さんたちが犯人を見逃した可能性。夢野さん、うちらは扉の前にいたんだ、見逃したなどありえん。夜時間は体育館に入れねって。室田君、死体にも校則が適用されるとは限らねえぞ。でも体育館の入り口、僕がステージの上にある窓からなら水槽に届くかもしれない。でもその、春川さん、遊泳禁止ってだけで敷地には入れるはずだよ。そもそも茶柱さん、大丈夫ですよ、西原さんの証言もありますから。確かに夜時間は体育館に入れないけど、死体を体育館の窓から中に入れるのは可能だよ。きっと
犯人はそうやって夜時間の間に死体を体育館に運び込んだんだ。あの窓はピラニアの水槽より高い位置にあったし、距離もかなり近かったからな。しかもカーテンこそ閉まっていたが、窓は操作の時もずっと開きっぱなしだったぜ。死体を窓から水槽に入れることは十分に可能というわけですね。ただしピラニアの水槽を仕切る板だけは前もって仕込んでおく必要はあるだろうけどね。さすがに投げ入れるわけにはいかないからね。丁寧にセットする必要があったはずだよ。だけど窓から死体を投げ込むにしても、いくらなんでも窓の位置が高すぎるわ。とても下からでは届かないわよ。少しは小柄じゃ、ボンとかぶん投げれば楽勝じゃろう。楽勝だけどゴンタはそんなことしないよ。紳士は死体を投げたりしないんだ。紳士じゃなくてもしませんけどね。わかった、体育館にあった脚立を使ったんだよ。操作の時に周一も試してたよね。脚立に乗れば窓まで届くよね。それなら死体をそのまま窓に入れるだけだからなんとかなるんじゃないの？そうだ、脚立が窓まで届いたのは体育館のステージ上だったからだよ。死体を投げ入れるプール側から脚立を使ってもあの窓には届かないよ。あの脚立はステージ上に乗せてやっと体育館の窓に届くくらいの高さだったんだ。プール側にはステージ分の高さがないから脚立を使っても届かないよ。それに脚立は体育館で見つかったよね。犯人がプールで脚立を使ったところでその脚立を体育館に戻すことができないよ。後で窓から投げ入れたのも難しいですよね。脚立だって結構な重さですからね。じゃあゴンタがバカ力で脚立を投げ入れたか、ゴンタがバカ力で死体を投げ入れたかだな。紳士は脚立も死体も投げたりしないって。そもそも死体はプールから体育館にただ投げ入れるだけでいいってわけじゃないんだよ。水槽の仕切り板をずらさないようにするためには慎重に窓から入れる必要があるはずだよ。わかったか、筋肉だるま。お前みたいな脳筋には無理なんだよ。ごめん、そうだよね。ゴン太くんが謝る必要ないと思う。犯人がどうやって窓から死体を入れたのか。ふん、おめえらそんなこともわからねえのか。まったく情けねえ連中だぜ。だったらあなたにはわかるの？よく聞いてくれたじゃねえか。ルイチ、言ってやれ。俺の助手としてバーンとかましてやる。え、いや、僕もまだそこまでは分かってないんだけど。なんだと？犯人が死体を窓から入れたのは間違いないだろうけど、まだその方法までは。